それでは次回4月21日金曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は林業支援センター開所式、市民懇談会などご覧の内容でお送りします。次回のアイウェーブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。